8月21日土曜日昼過ぎ、亜美を迎えに病院へ向かった。医者から精密検査の結果の説明を受けたが、彼女は明らかな覚醒状態にもかかわらず脳波がシータ波を示すことが稀にあると言われてもさっぱり意味がわからない。亜美に通院させることを約束すると、ようやく医者から解放された。それから夏美さんの見舞いを済ませると、いつの間にか日が暮れていた。吉祥寺へ着くと亜美にせがまれ、駅近くのスーパーでしこたま買い物をした。食材やお菓子だけでなく、亜美用の着替えや歯ブラシなんかも買った。しばらく俺の家で預かるから仕方ないが、両手はスーパーのレジ袋でいっぱいだ。お兄ちゃん、レジ袋を一つくらい持とうか。いや、問題ない。じゃあ、その紙袋は私が持つよ。それなら軽そうだし。俺が持つ黒い紙袋をじっと見ている。これは今朝、大江が亜美の見舞いへ来た時に置いていったものらしい。中には夏美さんが倒れた時身につけていたものが入っている。今まで警察が証拠品として預かっていて、鑑定されたりもしたらしい。大江の話だと、サービスで鑑定書を入れておいたそうだ。問題ないって言ってんだろ、亜美。病み上がりをおとなしくしてろ。うん、分かったよ。お兄ちゃんに任せるね。ありがとう。俺と亜美は並んで歩き、自宅へ向かった。わずか3週間少し前と同じ光景だが、ずいぶん久しぶりに思うよ。そうだ、お兄ちゃん、あの時の黒いハガキどうしたっけ。あれか、格屋から届いた黒いハガキ。俺と亜美を格屋遊びに巻き込んだ呪われた招待状。もしあの時ハガキを拾わなければ、俺の運命は変わっていたのだろうか。さあな、よく覚えてない。実際あのハガキはいつの間にかなくなっていた。ダイレクトメールなんかと一緒に捨ててしまったのかもしれない。そっか、面白い謎々だったのに残念。家に帰って一休みすると、亜美のリクエストで野菜炒めを作った。特に凝ったところのない普通のものだが、亜美は嬉しそうに食べていた。食後の休憩が終わると、亜美は洗い物をすると言い出した。確かに俺が料理を作った日の洗い物は亜美の担当だったが、さすがに病み上がりのようなものだし無理はするなと止めた。だが亜美は私の仕事だもんと言って聞かない。結局押し負けてしまった。走るよウサギはただ星を追いかけて。キッチンの方から亜美の歌が聞こえてきた。ご機嫌な様子で皿を洗っている。妙にテンション高い気もするが、夏美さんのことで落ち込まれるよりはマシか。さてと、どうしたもんかな。何かするのか。紙袋か。ベッドの上に紙袋がある。中には夏美さんの服やバッグが入っている。夏美さんの服、意味深。そういや警察で鑑定されたんだっけか。亜美の話だと大江が鑑定書を入れたとか言ってたそうだが、見てみようか。袋を調べるとすぐに茶封筒が出てきた。中には形式ばった書類が何枚か入っていた。見るだけで頭痛がしそうな細かい文字の並んだ鑑定書を読み始める。夏美さんの所持品や衣服を分析した結果が事実としてつらつらと並んでいる。中にはデリケートな内容もあるので、どうにも罰が悪い。血痕の反応だと。慌てて前後の文字を追った。
カートの裏地に小さな血痕あり、転倒時後ろ大腿部をすりむいたと思われる。転倒時とは俺に電話した後で夏美さんが倒れた時だろう。その血をブラッドメトリーすれば夏美さんにあの時何があったか分かるかもしれない。紙袋を探りスカートを取り出した。裏返してみると確かに黒いシミのようなものが見て取れた。スカートに残った小さな血痕に指を当て意識を集中した。武士君いないの？これは夏美さんの視点らしい。夏美さんは俺の家のドアを叩いているが、俺は留守のようだ。ごめんなさい武士君。夏美さんはバッグから合鍵を取り出すとドアを開け中へ入っていった。鏡よ、あの弥勒先生の方が正しいなら亜美は鏡の中にいる。合わせ鏡で亜美はきっと。わっ、武士君だわ。もしもし、今ちょうどあなたの。夏美さん聞いてくれ。机の上にあった黒いハガキだけど、どこで見つけたんだ？あれなら黒ウサギの前に落ちてたわ。誰かの落とし物だと思って念のために拾っておいたけど。それより聞いて、ブチ君。分かったのよ。分かったって、まさか隔離用のことか？そうよ、その隔離用よ。弥勒先生の書いた名護市の儀に書いてたのよ、隔離用のことが。書いてることが正しければ、亜美は鏡の中にいる。鏡って。私はこれから亜美を助け出すわ。だから早く合わせ。あっ、何この感覚、すごく息苦しい。死ね。意識が朦朧とする中、背後で浴室のドアの開く音を聞いた。後ろに誰かいるの？遠のいていく意識の中で夏美さんは振り向いた。何？じゃあ今ここにいる亜美は。思考がまとまらない。何がどうなってる。亜美が夏美さんをやったのか。亜美、亜美はいない。どこだ？亜美、どこ行った？亜美はここにもいない。亜美は浴室の鏡の向こう、隔離用に捕まってたはずだ。そして夏美さんが倒れた次の日の夜、俺が鏡から助け出した。だがそれ以来各夜姿を現していない。俺が助けるより前に外に出てた。亜美。お兄ちゃん見たんだよね。バレちゃった。なんだよそれ。喉がカラカラに乾いていた。声もかすれてまともに出ない。
仕方ないよね。お母さん邪魔だったし。何言ってんだお前。だってそうでしょ、お母さんが迎えに来なかったらずっとお兄ちゃんのお家にいられるのに。二人っきりになりたかったの、お兄ちゃんと私二人っきり、ずっとずっとお兄ちゃんと一緒。背骨に沿ってじわりと汗が浮かぶ。全身が凍りついたように動かない。息をするのも苦しい。お兄ちゃんずっと二人っきり、アミと一緒に行こう。何？人形だなこれは。メリーと一緒だ。冷たい風が頬を撫でた。俺はよろめきながら立ち上がる。硬化した、逆の世界になってる。鏡の世界。ここが隔離丘。現実感のない場所だった。見覚えのある場所のような、そうでないような。俺はどうしてこんな場所に。何か思い出そうとすると頭の奥がズキンと痛む。意識にキレがかかっている。まるで夢を見ているかのようだ。現実感がない。どこからかささやくような声が聞こえてくる。おとぎ草子の始まり始まり。昔々隔離尾にかぐやという子がおりました。かぐやにはトト様がおりました。かぐやはトト様が大好きでした。かぐやのお友達はトト様のくれる小さなお人形でした。前のトト様もその前のトト様もかぐやに小さなお人形をくれました。その小さなお人形はかぐやの一番のお友達でした。何がどうなってやがる。俺はどうすりゃいい。思い出す、ひとまず休む、出口を探す。思い出す。頭が痛み、思考が混乱する。いや違うだろ、俺はどうすりゃいい。かくやを探す、ひとまず休む、出口を探す。かくやを探す。そうだ、俺はあいつを、かくやを探さないと。何かに導かれるように、どこまでも続く薄暗い道を前へ前へと歩いていく。自宅。気がつくとどこかの部屋に立っていた。ここも見覚えがある気がする。反転してるだけですげえ違和感ある。すりガラスのドアの向こうからシャワーの音が聞こえる。ハズキ。水音に紛れて歌声が聞こえてくる。知っているはずの声だが誰だか思い出せない。誰かいるの？ねえ、返事して。返事をする。頭が痛み、思考が混乱する。違う、そうじゃない。俺の本当にすべきことは。ねえ、返事して。返事をしない、返事をしない。そうだよお兄ちゃん、そんな子なんかと話しちゃダメ。いろんな男に媚びを売る。アバズラ、アバズレ女。バッチリの映っちゃう。かくやの方が綺麗だよお兄ちゃん。
アバズレ女と書くや、どっちが大事？答えようとしたが、そいつの名前が浮かばない。だが、ここで書くやに抗わないと、俺の心は書くやに食われる。アバズレて。か、き、く。カオルだからかでいいのか。かくや。そうだよ。かくやもね、お兄ちゃんが大事。大好きだよ。あ、カオルのつもりだったのにかくやって言っている。俺の心の中で何かが壊れた。続いてる。朦朧とする意識の中で、固く冷たい感触が全身に絡みついてくる。そばでかぐやの声が聞こえる。二人きりでずっと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 。はずき。そっか、はずきの木か。葉月やったぜ。かくやよりアバズレ女がいいんだ。お兄ちゃん、あのメス豚に誘惑されたんだね。わかった。お兄ちゃんの中からアバズレ女は消しちゃうね。別の世界線ですでに見た。慣れている俺は。抵抗がある。俺はこいつを知っている。俺に協力してくれたアイドル、葉月香織。ここはさっきの。一体何が起きてんだ。かくやの仕業なのは間違いない。だが、何が望みだ。わっ！無数に浮かび上がった口たちが下品な音を立てて笑い始めた。おとぎ草子はいよいよ大詰め。やがてかぐやに新しいトト様ができました。トト様は今までのトト様と違い、子供のお人形をくれました。お人形が一つ、二つ、三つ、そして四つ目のお人形をもらった時、かぐやはびっくりしました。なんとお人形は大人だったからです。かぐやは大人のお人形と遊び、大人に興味を持ちました。だからかくやは大好きなトト様と遊びたいと思いました。トト様はダメだと言いました。それでもかぐやはトト様と遊びました。するとトト様は消えてしまいました。なんだよこの声は。かくやのことを話してるようだが、内容が理解できない。俺の頭の中には何か大きな空白がある気がする。
何かに導かれるように、どこまでも続く薄暗い道を前へ前へと歩いていく。踏切、気がつくとどこかの踏切に立っていた。ここも見覚えがある気がする。これは誰からだ。調子はどうだい親友。久々おい、どうしたんだい、聞こえてるんだろ、ちゃんと返事しろよな。しないか。俺は電話を切った。ねえ、遊ぼ。そうだよ、お兄ちゃん。そんな人なんかと話しちゃダメ。お兄ちゃんのことを利用するヤクザ男、ずるいの、うつっちゃう。格也の方が優しいよ。お兄ちゃん、ヤクザ男と格也、どっちが大事？ワニワニワニ。天の目。まるで五つの試練。天の目。格也よりヤクザ男がいいんだ。お兄ちゃん、あのチンピラに脅迫されたんだね。わかった。お兄ちゃんの中からヤクザ男を消しちゃうね。えぐい。ほう、これがあれか、金時太郎の天の目バージョンか、破壊ルートのこんなグロいんだ。さすがに葉月より扱いがひどいね、男だから。生首や。天の目。俺はこいつを知っている。小学校からの俺の親友、天の目聖司。オブジェやな。指の間から砂がこぼれ落ちるように天の目の記憶が少しずつぼやけていく。今ではあいつの面も満足に思い出せない。もしかすると俺は他にも大切な記憶を失ってるのかもしれない。出やがった。ドゼとバンは省くのか。格屋以外の大事な人のことちゃんと忘れてくれた。アミちゃんの記憶だときっとその二人だよね。あ、み